ウィリー・ウィリアムスは、ジャマイカのレゲエおよびダブの音楽家、プロデューサー。ウィリー・ウィリアムスは、彼の初のヒット曲、アーマギディアン・タイムから、アルマギデオン・マンの別名でも知られる。この曲は、ザ・クラッシュによるシングル、ロンドン・コーリングの B 面でもカバーされている。ジャマイカのセント・アン・教区で生まれる。トレンチタウンの総合高校に通っていた時、クラスメートに、ローエル・チャールズ・ダンバーがいた。 初めてのレコーディングは1960年代中盤に、ウィリアムスがまだ14歳の頃にスタジオワンで行われた。しかし、この時はヒットするには至らなかった。1969年には、レコードレーベル、ソウルサウンズを立ち上げ、デルロイ・ウィルソンのレコーディングを行うなどした。1974年にはカナダに移住し、 オンタリオ州トロントとキングストンの両方で過ごした。1980年に国村ドットはウィリアムスを再びスタジオワンに呼び戻す。ウィリアムスは国村ドットプロデュースのもとキーボーディストのジャッキー・ミットたちと共に古いリディムを使用したアーマギディアン・タイムを制作し、兄弟曲で有名になる。この歌は後にザ・クラッシュにもカバーされ、映画ゴースト・ドッグ。 ザウェイ・オブ・ザ・サムライやゲームソフトグランドセフト・オート・サン・アンドレアスでも使用されている。同時期にアルバムメッセンジャーマンをリリースし、その後も自分のレーベルやジャーシャカのレーベルからレコードを出す。2003年には自身のレーベルドラムストリートからフロム・スタジオ・ワン・ツー・ドラムストリートをリリースしている。2007年現在もウィリアムスは トロントのアーティストビジョナリーとアルバムを制作するなど活動を続けている。スタジオワン、国ンドットによるレコーディング。アルマギデオンイコールアルマゲドンハット ABC 進行、ミュージック、ルーツロックレゲエ P60 サウンドディメンジョンのリアルロックダブやアルトンエリスのリーズンインザスカイリディムなど、ありがとうございます。